長沼城長沼城は福島県須賀川市長沼にあった日本の城。戦国時代には足名市と二階堂市による争奪戦が繰り返された。1968年4月1日に須賀川市指定史跡となった。文王元年長沼隆氏寺が築城したと言われているが、詳細は不明。A69 年二階堂森吉が足名森友に敗れたことにより、 長沼城は、足名氏の支配下に置かれ、新井国定道が城主となった。足名氏が天正十七年に滅亡した後、新井国氏は伊達氏に仕えた。天正十八年には、豊臣秀吉の命により、欧州に国替えとなったガモ氏里の支配下に移り、加毛里康が城主となった。慶長三年に、上杉影勝の領地となり、信濃国の長沼城より、 島津忠直が映った。慶長5年の関ヶ原の戦いでは、長沼町が白川広報の拠点の城として、重要な位置にあったことから、上杉氏による改修が行われている。慶長6年には、ガモ秀ヒの領地となり、ガモ豪ゴ玉井・カズマが城主となったが、現長年の一国一条令により、廃城とされた。南北二つの丘陵を利用して建てられており、 頂上に本丸、西側の一段低い場所に二の丸を配置している。この本丸と二の丸を取り囲む、帯車の東西に、さらに一段低い三の丸が配置されている。ほとんどが土塁で作られた城だが、本丸北西には、石垣の上に、三重の矢倉が建てられていた。現在、本丸跡、東三の丸跡が公園となっている。本丸の以降に、稲荷神社があり、 この社殿の裏手に石垣の一部が残っている。二の丸後にも土塁や石垣などが部分的に見られる。須賀川市の文化財指定一覧、須賀川市公式 HP、石垣を、講座市場と幻の白川合戦80から81ページ、石垣を、講座市場と幻の白川合戦81ページ。ありがとうございます。